愛宕神社前の方から行ってきます。フォレストハウス案内所から行ってきます。上がります。ハイキングコース、ハイキングコースね、行きます。往復で1時間と思ったけど、片道30分らしいんで、ゆっくり行きます。ハイキングコース、もっと遠くない行きたかったかな。頑張っていこう。エトワってなんだろう。エトワ。笠間エトワ。入れません。あ、宿泊施設か。宿泊施設には入れません。1時間半の3時間か。3時戻りっしょ、ここに。どうなんだ、時間があればいいけど。ちょっと様子見てどこまで登るか考えます。調整しながらやらないと分かんないからな。これ映ってないな。お、電波塔。あ、これが上から見えてたんだ。携帯の電波塔。あ、ここまで行ったんだ、駐車場。あ、そっか、それ短縮するよねってやつか。もっと奥まで登りたいんだったら短縮しますよってやつか。ほら、1台も止まってないね。映ってんのか。そこ行ったらちょっと一回チェンジ、くるっと。そこは登山道でしょ、どうせ。
したら行きます。第一駐車場から登山道入ります。景色はいいね、やっぱこうやってるとこ行ったら映んないな。残し峠、愛宕山ハイキングコース 100m、 現在地スカイロッジ南の展望台って終わりだな。行きます。そうなところに来ましたと。通行路なんだ一つは。25分。さて行きますか。行きます。愛宕山、結構いい登山道、ハイキングコース、いい道。登り、よいしょ、あ、来た。頑張れ頑張れ、ハイキングコース、ただひたすら登る。
ッキングコース、ただひたすら登る。分岐点来ました。見晴らしの丘が左、右がハイキングコース。右行ってみるか、左か。散歩か、戻れんすよ。ちょっと右行ってみるか、左か。散歩か、戻れんすよ。見晴らしの丘着きました。私の丘何分かな、早っ多分5分ぐらいついてるんじゃないかな、違うかな、5、6分ぐらい、違うかな、5、6分ぐらい。